練習中からとにかく強くつくことを意識してて、で強くつくと絶対ファンブルしちゃうんですけど、もうファンブルするぐらいとにかく強く全力でやることを意識してます。最近はあとお風呂に浸かること、長崎県佐世保市の出身なのでやっぱり佐世保バーガーがおすすめで、おすすめのスポットは長崎は海がすごい綺麗なので海の近くがおすすめです。陸上の走り幅跳びです。自主練はその日の練習でできなかったことを重点的にやっていて、シチュエーションとかに分けてやるようにしてます。山崎健人です。最近ハマってることは、Netflix で海外ドラマを見ることです。最初はちょっとあったんですけど、最近はほとんど感じなくなってきました。オフェンスです。はい、ありがとうございました。